写真拡大野球解説者桑田真澄氏51の次、男でアーティストのマット25が24日自身のインスタグラムを更新。お笑いタレントの渡辺直美32をマット化しで反響を呼んでいる。マットは23日に行われた鬼塚タイガー2020年春夏コレクション発表会で同席した渡辺に顔をマット風加工してあげたといい、画像を投稿。もうすべてがファビュラスな、ものすごい、の絵。ウターテイナーの塊ネグモットを話したか。タナーたくさん学ぶことがある、と綴ると。渡辺もマットくんありがとう念願のマットか。くめっちゃ嬉しいと返信した。ファ。うからはマット加工最高ナオミちゃん。のマット加工。過去最高で最強誰や年少。もはや別。人渡辺直美さんのマット化が可愛くなりすぎ。で楽しいと、ツッコミと称賛が混じったコメ。うとが寄せられている。また、渡辺も26日に自身のインスタグラムで同じ画像を紹介し、念願のマット加工も私からお願いして、していただいたよ。そしマットくん生後本人の肌が綺麗すぎて見惚れてしまいましたと明かしている。